のため引きずり出してる。私は不可能の構築のためにここに来た。君は自分では絶対に気づけないものを盗みに来た。まるでローマの門で盗み見ている異教徒のようじゃないか。ここで吸っている空気でさえ私からのギフトだ。大きく深呼吸すればいい。そうしたら後にこの空気の味を思い出すだろう。ローリングヒルの潜水球に着いたら、それが君を悪魔のところに連れて行ってくれる。鍵は全てで入ってもらおう。何を待ってるんだ。綺麗でしょ。どこかの哀れな奴がゴーストを見始めてるようだな。ゴーストだと。ライアンによればこれはプラスミドの副作用らしいが、哀れな奴の記憶が遺伝子サンプルを通じて他の奴へと伝達されるようだな。水漏れ、狂信者、反逆者、そして今度は血を流すゴースト。ラプチャーの暮らしには退屈させられることはなさそうだな。ねえ聞いた？私スプライズされたのよ。あなたが夢にも思わなかった姿にね。ここにおいで。どんな夜になるだろうか。準備は万端のはずだ。花、ボトルワイン、ティーガーデンのチケット2枚も用意した。夜のアルカディアの雰囲気に勝るものなんて何もないだろうが、あとはスリフティーケアに立ち寄って安全のために注射を打ってもらうだけだ。話によればアンジェリーナがティーガーデンに行くのはこれが初めてじゃないようだな。増強処置は成功に終わったわ。ウミウシそのものは十分なアダムを供給することはできなかったけどね。でも宿主に食い合わさった時に何かが生まれるみたいだわ。ウミウシを宿主の胃の中に埋め込み、宿主に養わせた後に吐き戻させたら何十倍もの効力のあるアダムを生産できるわ。現状の問題はその宿主が不足しているということね。フォンテインはテネンバーム、辛抱するんだ。もうすぐリトルシスターたちの最初の家が完成する。そうしたらその問題は完結するさと言っていたわ。
you
スピードをビジネスとして想定する。あれがローリングヒルだ。潜水中のステーションもある。そこからはライアンまでまっすぐだ。アンドリュー・ライアンを思い私たちは誰が選択します。その選択が私たちを形成していくのです。名声は欲しい。しかし病原アンドリュー・ライアンを思い出しましょう。私たちは誰まで探します。ダーリで森を購入したことがある。ある日寄生虫どもがそこに公共の公園を作るよう私に要求してきた。そうなれば連中は間抜け面で森に集まり、そこに自分たちの楽園ができたかのように喜べるからだ。連邦議会でも私の森を国有化する動きがあったから、私は森を焦土と化した。アルカディアの種を植えたのは神などではない、私だ。抵抗している。
は光を灯してくれたわ。ありがとう。あの子たちを救ってくれたことには感謝してる。私たちからの気持ちにあなたの行く道に何かを送るわ。Thank you.